シャルロッテンブルクビルマースドルフ区はドイツの首都ベルリンの行政区である。区高度は4、人口は約34万人である。中産階級の多い住宅地とされている。クアフィルステンダム周辺はシティウエストとしてベルリンの歴史的中心部と並び、中心街としての機能を受け持っている。区内の施設には、 ベルリン工科大学、ベルリン芸術大学、ベルリンドイツオペラ、連邦建設地域計画局、連邦リスク評価研究所、ベルリンオリンピアスタディオンなどがある。遠くは7地区に分かれている。区内の人口分布は非常に差異が大きい。ビルマースドルフ地区、シャルロッテンブルク地区とハーレンゼー地区だが、グルーネバルト地区はベルリンで最も人口の少ない地区の一つである。 ブルーネバルト地区は人口は全区のわずか3%であるが総面積では3分の1以上を占める。しかし地区面積の約85%は居住不可能な森林地域や水域である。人口の3分の2はシャルロッテンブルク地区とビルマースドルフ地区に居住している。ハーレンゼー地区はハンザフィアテル地区に次ベルリンで2番目に 小さな地区である一方、グルーネバルト地区は、ベルリンでも大きな地区に数えられる。シャルロッテンブルクビルマースドルフは、13階級の多い地区とされている。シャルロッテンブルクビルマースドルフ区の人口は、2020年12月31日では34万3592人であり、面積は 64.7km である。人口密度は、 全機器準備では1系平方メートルあたり約5309人である。2012年12月31日時点の外国人の割合は20.2%だったが移民の背景を持つ人口の割合は36.0%であった。失業率は2013年4月30日時点で10.7%であった。2012年12月31日時点の区民。 平均年齢は45.7歳であった。2010年のシャルロッテンブルク・ビルマースドルフ区の人口ピラミッドトークは2001年1月1日にシャルロッテンブルク区とビルマースドルフ区の合併により成立した。2009年5月25日に区は連邦政府から多様性の場という称号を受けた。期限は集落、リーツェンブルクに遡る。 元の名を、リーツオウと言った。この地に、ジョー・ゾフィー・シャルロッテの結婚を記念し、シャルロッテンブルク宮殿が建設され、1705年には、都市、シャルロッテンブルクとなった。1920年に大ベルリンに編入されるまで、シャルロッテンブルクは、プロイセンで最も裕福な都市に発展した。現在のビルマーセドルフ地区は1220年以降に、成立した。 18世紀半ばには、ベルリン市民が、当時の、ドイツビルマースドルフに、土地や農村家屋の購入を始め、ビルヘルムスは上に、夏の別荘を構えた。1907年4月1日よりビルマースドルフは、テルトー軍から離脱し、独立した、都市軍となった。1912年から、都市名は、ベルリン・ビルマースドルフとなった。 1920年10月1日に大ベルリンに編入された。シュマルゲンドルフ長者ベルリン無線等、シャルロッテンブルクミルクの紋章は、ベルリン市参事会から2001年9月4日に授与された。紋章記述縦の中部には、銀と青に交互に塗り分けられた百合が3つある。下部は、金字に、青の縄文が置かれ、ノコギリ壁と黒の落とし格子がつく。 ガワ島の屋根はドーム型で、中ほどのものは寄せ棟屋根である。その上に旗がつき、右は黒と銀、左は赤と銀である。ガワ島にはそれぞれ盾がつき、右には銀字に金の王冠をかぶり、金の爪とくちばしを持つ黒い足があり、翼には金のつ葉の茎、胸には金の組み合わせ文字、FR が置かれ、金色の王冠の意義を高める。 縦の上部には赤く三つの塔がついた城壁管があり、中ほどにはベルリンの紋章がつく。説明、この紋章はシャルロッテンブルク区とビルマースドルフ区の紋章をもとに作られた。下部はノコギリ壁を持つ青の縄文が置かれ、中ほどの通路に黒の落とし格子がつく。この要素はシャルロッテンブルクものであり、その歴史に由来する。前側の塔は プロイセン王国を象徴し、プロイセンの和紙と黒と白の旗がつく。対して、後ろ側の塔は、ハノーファー家を表し、飛び跳ねる馬と赤と白の旗がつく。シャルロッテンブルク宮殿の要素の他に、青と銀の三つのユりがあるが、これは、ビルマースドルフ区の紋章に由来する。この要素は、ビルマースドルフを設立し、1802年に断絶した一族を表す。 城壁間は、ベルリン全区の紋章に、共通の意匠である。ありがとうございます。